人と人との争いとかね、はい、暴力とか戦争とかっていうところからすると、その中の一番小さいけれども問題は大きい没王さん、体罰というような、うん、一つのこれ、体罰は暴力とか戦争の類に入れてもらっては困ると、いやいやあれは立派な暴力ですよとかね、はい、ここもまた意見の分かれるところですけれども、うん、まあまあちょっとお便りを読み進んでまいりましょう、はい、伊勢の没王さんからいただいております。体罰を受けその後自殺した生徒の親が体罰を加えた顧問を告訴しました。親としては当然でしょう。暴力だけではなく顧問としての権力を振りかざした脅迫もあるでしょう。自殺に追い詰めた殺人もあるのではないか。僕は二度とこのようなことが起きないよう見せしめも必要なことだと思います。エリチジミさんからもいただいておりますが、まあ、暴力として警察に告訴したそうですが、あれは体罰ではなく暴力だと私も思いますということ。おっぱい枕さんからもいただいておりますけれども、この顧問からは狙い撃ちのごとく体だけではなく自殺をしてしまわなければならないほど心まで体罰と称する暴力を受けたのだから、親としてはこれはいたたまれんことですよ。クリトリスナー集会さん、もっと早く被害届を出すべきでしたし、部を辞めるべきでしたが、それをできない状況に置かれていたことが一番の問題だと思います。ね、職業選択の自由というのがあって、僕らもね、はい、この職業もうやめとこうと、いや就職したい、これは自由なんですけども、うん、やめたらあかんぞというような職場がもしあったとしたら、それは問題ですよね、うん、部活も割とそんなところがよく似てると思いますよ、はい、部活の自由、選択の自由ですよ、うん、だけれども何かの力で強要されてしまったりとか、はい、一旦入ったらもうやめられないぞ、これはまたね、よく言葉別のこれ、一旦入ったらやめられないぞというのは、うん、ひどく言えばこういうことですが、僕がくじけそうになった時、先生の一言で続けられて本当に良かったですというのも、これで、うまくいったという例でも出されますしね、はい、だからいろんなケースを考えるもんですから、この場合のご意見も本当に多岐にわたります、はい、アニマル浜口さんからもいただいております。体罰顧問を暴行容疑で告訴、部活の顧問になる教師が減るかもわかりませんね、これこういうことから生徒の甘やかしになるということも懸念します。坪井食堂小高支店さんからもいただいておりますが、まあ親として何か行動を起こさないと気が済みません。ですがこうした告訴が続くとセクハラと同じで体罰だと騒がれるのを恐れて、教師が生徒を叱ることができなくなるような気がしてなりませんと、まあこういうことですがね、まあ、どうでしょう、セクハラと同じでと書いてありましたが、まあ仮にも女性職員としてセクハラ問題がバーッとなって、あんまりにもセクハラと厳しくなると会社内で支障をきたすことはあるんですか、女性曲がりなりに女性社員として、誰の話すみませんですよ、はい、セクハラがあるとってことですか、はいはいはい、いやセクハラセクハラこれセクハラやこれもセクハラやと、いや、まあ、セクハラを厳しくするとですね、はい、セクハラを恐れて、はい、もうこれちょっと、はあ何もできへんやんかというような弊害っていうのはあるんですかいう話。そこまですごい世界になることがないので分かりませんけど、はいまあ、あんまりひどいとそれ、ね、業務に支障を来すこともあるのかもしれませんけども、いやいやセクハラというのを厳しく厳しく取り締まることによって、はい、会社の業務に支障は。それはないと思いますけどね。うん、というとだから一緒にしていいのかなということで、体罰とか何体罰ということを厳しく取り締まると弊害があるのかなと、それを僕は今疑問として持ってるんです。はい。ね、会社で例えるなら、本当にね、学校って特殊なところ、いじめ問題もそうですけれども、うん、学校って特殊なところで、いじめだって学校の外でやってれば、ものすごいもう犯罪に当たるのに、学校の中でやってる分には犯罪ではなくて、いじめみたいな、はい、いじめって言葉で収まっちゃうような話がちょっとおかしいんじゃないかって、この間から議論になってますよね。うん、で、今回のこういった問題も、例えば、学校だったらこの顧問の先生が、こうやってやって体罰で愛の無知だってことがまかり通る部分も今まであったわけじゃないですか。でもこれを会社に置き換えてみると、売り上げを伸ばせって上司が部下に言うときに、お前売り上げ伸びなかったから体罰だって言ってバーンって殴ったら大問題でしょ。
それ許されてる会社なんてありませんよね。うん、だけど学校ではどうしてそれが同じことでしょ、だって。うん、あの成績上げるために、部の、うん、成績上げるために、勝つために、アイナムシだって言って殴る。で、うん、その結果、すごいやっぱり殴られるの嫌だから、あの、売り上げ伸ばそうと頑張って、売り上げ伸びましたと、うん。あ、よかったね、体罰効果あったねっていう話にはならないでしょ、うん、だけど学校ではなっちゃうっていうのは。ね、だから、そのあたりのところはね、今までのこのずっと続いてきた、教育の現場でのあり方。はい。でまあ、昨今いろんな人の話を聞くと、体罰でもって、まあ、あの皆さん心配していらっしゃる、あ皆さんね、あの別に容認とかどうかじゃなくて心配しているんですよ、はい、これ全部こういうこと厳しくなると生徒がつけ上がるんではないだろうかという、はい、この学校がまたさらに荒れたりしないだろうかなということをあの心配していますが、まあ、ある、ね、教育評論家の方なんかは、はい、体罰は教育ではないと、体罰でしかあの教育だということができない人は、いわゆるその能力に欠けた人であるということで、うん、まあ、この言葉をもし信じるとするならば、はい、あの、やっぱり体罰とかこういうことなくても、ちゃんと生徒はきちんと行きますよということなのかなと。突き上がらずに、うん、あの、おとなしくなると思うんですよ、体罰をすることによって、うんうん。で、それで突き上がらなくなったから効果が出たかっていうと、うん、それはそうではなく、一種恐怖政治みたいなもので根本的な解決ではないですよね、うん、まあ、どっかの国じゃないですけれども、うん、まあ、極端な例出しますよ、どっかの国じゃないですけれども、あの選挙の投票率がね、100% 近い、毎回 100% 近い投票率で、この方が国民から選ばれているんですというのは、ああすごい、日本はね、投票率下がってるけども、ここはすごいですね、国民の気持ちが一つになって、うん、みんなこの人を尊敬してるんですねというふうにはなかなかちょっと取りにくいので、うん、あの体罰のもとピシッとこの生徒たちが動いてる姿も、それは正しい、あの表面から見ると正しい姿かも分かりませんが、あの本当はどうなんやろうか、あの そこにね、現実としてはその教師とか生徒のキャラクターとか性格とか考え方が入ってくるので、場合によっては本当にその生徒と先生の間であのいろんな信頼関係があって、そこにその殴ったっていうのがあった時にも、あの生徒にとってはそれが愛の鞭だった、これが良かったって思える、そういうエピソードはあると思うんですけれども、やっぱり方法論として体罰っていうか、その方法はあまりやっぱり認められるものではないのではないかなっていう気が私はしますけれどもね、うん、と、まあこういうご意見があって、さっきのね、あれとよく似てるんです。そこまで読んで次はこういうことはのお便りがあるというので、今私が手にしているのは、はい、じゃあ橋本さんのあの決断というのはどうだろうというようなところと、はい、もう一つはその橋本さんに対して誹謗中傷の、はい、あのネットで上げられているというこの高校の生徒のあり方、うん、はい、これこういう体質があるからこそ橋本氏はこの学校はなんとかせんなあかんのやろうと、うん、こういうような気持ちが渦巻いているところは、はい、やっぱりちょっと一新せなあかんね、やないだろうかというようなご意見の方に今移ろうとしているところでお時間が参りました。